はい、こちらはなんか看板ですね。見ていきましょうか。インコの里親さんを募集しています。とっても元気な男の子です。大事に育ててくれる人が希望です。連絡待ってます。本日のおすすめ、焼き鳥各種。絶対インコ焼き鳥に変わってんじゃん。もういないね、この世に。これあれかな、居酒屋なのか焼き鳥屋なのかちょっとわかりませんが、インコを拾ってね、それの育ててくれる人募集してるっつってんのに、本日のおすすめ焼き鳥各種、渡す気ねえじゃねえかよ。これひどいね。もう隙あれば商品紹介。怖いわ。さて次はこれピカチュウさんですね。かわいいね。着ぐるみ的なやつかな。でもちょっとこれ日本じゃなくてね、中国だということなんであまり期待はできませんが、ここにあるものがあるので見ていきましょう。おばあちゃん。いや、おばあちゃんがやってたのか。若者とかじゃなくておばあちゃんだったんだね。結構苦しそうだよこれ。でもね、着ぐるみというものはそういうものを背負って活動しているわけなのできついと思いますが、そんなおばあちゃんにやらせないでください。すごく大変ですよこれ。はい、明太スパランチタイム限定ということでね、ちょっとね明太子のこういう看板というかそういうものなんですけれども、ここに問題があるようなので見ていきましょう。美味しいです。あれこれはサザエさんのタラちゃん。まあまだこれは許すか。ちょっと頭に赤い絵の具みたいなのが乗ってるんですけれども、ちょっとこっちもおかしいので見ていきましょう。激辛も美味しいです。もう訴えられろ。それはアウトだわ。明太子だからタラちゃん使えばいいやつって頭にこれ乗ってるし、しかも三輪車もアウトだよねこれ絶対。で、誰お前怖すぎだろこのデビルタラちゃん。目もねなんか赤い線入ってね、恐怖ですよここまで行くと。はい、こちらは米田コーヒーとゴディバがコラボしたそういう商品ですね。なんかすごいね、チョコレートマウンテン的なショコラノワールという商品でね、これはすごいんですけれども、実際に来るとこんな感じですね。見ていきましょう。うんこやんこれ。アウト。はい、モザイク。これは YouTube さんに怒られるね。食べ物ですよ一応。何これ、もう少しねチョコがコーティングされてるのかと思ったらうんこですね、どう考えても。お食事中の方ごめんなさい。はい、こちらはかわいいね。このカップの中にパンダさんがこちらを見てるんですけれども、あれか、飲み物を入れるとさらに可愛くなるっていうそういうやつですね。見ていきましょう。コーヒーを入れたやつがこちらです。いや、夜中見たら泣くわ。何これ、なんか井戸からよみがえってきた骸骨みたいなそういう感じですよ。これはね入れるものにもよって変わってしまうんですが、水とかだったらね泳いでるパンダみたいな風になるんですけども、コーヒーとか入れちゃうとドブ水から這い上がってきたそういう風に見えちゃうんで、これに関してはちょっと怖いね。はい、これはなんか大仏ですね。大仏なんですけれども、近くにあるものがあるので見ていきましょう。フリー Wi-Fi。Wi-Fi があるのか。SSID、ブッダ。これ実際に見てみると、ブッダ。お前から Wi-Fi 出てたの？こういう風にもわーんって出てんでしょうね。現代版大仏ですよ。最近の大仏はそこから Wi-Fi が出てるということなんでね、皆さんもこういう大仏見つけた時は Wi-Fi 飛んでないか見てみてください。月決め注射募集中というのが書かれてますね。あれですね、毎月の単位で駐車場を借りるそういうやつなんですけれども、ちょっとね翻訳の方がおかしなことになってるので見ていきましょう。The Moon Ultra Parking is being recruited. The Moon Ultra Parking。月極み。強そうになってんの？月決めがウルトラムーンっていう風に見えちゃったか。まあ見えなくもないよね。多分これ正しくはマンスリーパーキングとかね。月ごとの駐車場なんで、ウルトラムーンではありませんね。すごい役ですよこれ。はい、これはヤシの実のジュースがね、ちょっとおかしなことになってるということなんで見ていきましょう。ヤシの実から水が垂れてドバ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 。入れ方下手くそかよこれ。なんでこんなにさ溢れてんの？私も実際に飲んだことはありますが、ここまでびしゃびしゃになること普通ないよね。入れ方下手くそなんでしょうね。この購入した人もねこういう風にびしゃびしゃにしながら入れればいいんだとか勘違いしそうですよ。はい、これはなんかあれですね、数学の図形の問題かな。3と5ってあって、まあ、それが動くとどうなるでしょうか的な、そういう話だと思いますが、その下の方にあるものがあるんで見ていきましょう。何この絵、意味深すぎない？あれかな、この教科書作ってる人が途中で作るのめんどくさくなって絵描こうっつって、この図形の1と2がちょうどよく手に見えてまんま同じなんですけれども、意味がわからないね。どうしてこれがあるんでしょうか。さてこちらはなんか女の子の本で一部あったそういうやつなんですけれども、見ていきましょうか。なんか最近つまんないな。勉強も部活もやる気出ないし、これって中二病？それ5月病って言うんだよ。中二病はちょっと違うね。ちょっとね、魔力的なそういう感じが中二病な気がしますが、あなたそれ5月病ですよ。ちょっと違うね。こちらはアンパンマンなんですが、ちょっとね、アンパンマンの右側に問題があるということなんで、見ていきましょうか。白くなってるね。で、これを正面から見ると、こんな感じですね。あ、もうアンパンマンは飽きられたと。悲しいね、これ。アナと雪の女王のオラフに変わってますね。かといってね、アンパンマンを売るのも嫌だし、オラフを買うのもめんどくさいから、もうお前に付け足してやるみたいな。悲しいな、これもう手もね、アンパンマンが持ってるような感じだね。あれかな、それともアンパンマンが、よし、オラフの人形になっとけばみんな見るだろうみたいな。その下にあるのがお酒っていうのも怖いですね。アンパンマンさんやけくそになったんでしょうか。ちょっとわかりませんね。はい、こちらは洗剤ですね。ファブロッソってやつかな。ファブロッソっていう洗剤なんですけれども、横にね、ちょっと問題があるようなので見ていきましょう。ウェルチ。これジュースですね。これ間違って買わせる気じゃん。怖いわ、これ。ジュースに見えてきたよ、こっちも。洗剤じゃないね。なんでこんなところに置いたんでしょうね。店員の方もね、ジュースと間違えて置いちゃったんでしょうか。確かに、そういう風に見えちゃうんですが、これは違いますね。はい、こちらはサラリーマン川柳の主な入選作品。こういうね、川柳面白いですね。見ていきましょう。コロナ禍が程よく上司をディスタンス。会社へは来るなと上司、行けと妻。ハンコレス。上司の仕事吹き飛んだ。激論もパジャマ姿の下半身。リモートでミュート忘れて口バレる。自粛中見えた夫の定年後。テレワークいつもと違う父を知る。いつだろう同期の素顔見れるのは。出勤が運動だったと気づく腹。我が部署は次世代おらず 5G。 やかましいわ。面白いね。サラリーマンのね、この世の中の川柳、そういうものをまとめたやつなんですけれども、もうハンコレス上司の仕事吹き飛んだって、本当に上司の仕事はハンコしか教えないみたいな感じだね。皮肉たっぷりのそういう川柳面白いんで、皆さんも面白い川柳考えたら書いてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。